皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は9月の6日火曜日、ね、今日もね、暑いようですが、少々曇りのち晴れみたいな、ちょっとこう、カンカン照りより少し曇りが入るかなみたいな、朝のうちはね、そんな予報になっているようです。台風もね、こちらに今度は来なかったのでね、まあどれぐらいね、秋らしくなるかは分かりませんが、今日も一日、いいお天気かなと思います。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介してまいります。それでは今朝の一句、松尾芭蕉223番目の句、3番目ですね、の句をご紹介いたします。火を焚いて今宵は屋根の霜消さん。火を焚いて今宵は屋根の霜消さん。1673年から1684年までの、延宝天和年間の句と思われる句です。それでは解説してみますね。今夜は火を焚き、温めて屋根の霜を消しましょう、とこのように読んでいるのではないかなと思います。それではさらに中身を細かく見てみましょう。まず俳句575の17文字17音のリズムなんですけれども、今日の句は火を焚いて、まず上語が5文字、そして中七、今宵は屋根のと7文字、そして下語、霜消さんということで、下語も5文字。ですから今日の句はちょうど17文字17音で575に、きちんとこうリズムがね、整えられている俳句の、調子、調べのいい、リズムの整っている句かなと思います。それではさらに、内容なんですけれどもね、まあ、わかりやすく細かく考えてみますと、まず、火を焚いてと始まっております。まあ、俳句は短いですから、上語に火を焚いてと始まっている、これはかなりインパクト強いですよね。まず火を焚いてるんだなぁと。まあ、焚いている。だから、焚き火のような感じですね。で、火を焚いている。そして次、今宵はと来てますから、今宵、今夜ですよね。今日の夜。今日は、今夜は、今宵は、屋根の霜消さんと来ています。屋根の霜ということは、霜が降りているんだなということになりますよね。ですからこれは、霜というのは、季語で言えば冬となります。ですから冬に降りる霜、白くこうね、一面をうっすらと土やいろいろなものにこううっすらと白く、霜が張りますよね。その霜を屋根に降りてきている。寒い冬ですよね。を消さんということなんですね。夜になって、もう霜が降りてきたけれども、それを、今夜は、その屋根の霜を、火を焚いて消そうじゃないですかと。今日は火を焚いて、今夜は火を焚いて、屋根に積もりかけている霜を消しましょうというような、そんなような句ですね。
まあ単純に考えると、この寒いので、冬寒くなってきたので、何か薪なりなんなり火を焚いて、そして屋根の霜を落としましょう、取りましょう、消しましょうという、そういう句のようですね。まあこれを芭蕉が句に読んでいるというところが、また一つのね、解釈の、まあ、こう思いがこもってくる部分かなと思うんですけれども、まあ、火を焚いている、今夜は火を焚いている、だから昨日はここまで寒くなかったのか、一体なぜ今夜に限って火を焚いたんだろうな、今日は昨日よりぐっと寒いんでしょうかね、という、そういういろんな疑問が湧いてきます。そこでいろいろと前後に何かないかと調べると、この句には前書きがありまして、そんなにこれは長くはないんですが、直子が妻のもとより冬ごもりの城として死んぜければという、そういう前書きがあるんですね。ですからこれは冬ごもりの城として、何やら直子の妻のもとから奥さんの方から、何かのね、品が使用するためのもの、冬ごもりに使うための薪なり炭なり、そういった冬ごもりのための準備の品ということですね、が届いたという、そういう、前書きがあるんですね。何やら今夜は薪が届いたのでね、せっかくですからもう寒くなってきましたので、それを焚いて、そして屋根の霜を落としましょうという、そういう意味合いの句のようなんですね。ですから今宵というふうに、芭蕉は読んでいるわけなんです。今夜はやっと冬ごもりのための薪が届きましたので、これをくべて火を焚きましょうと、そうすれば寒い夜の霜も消えるでしょうと、今夜は暖かいでしょうという、そういうような思いがこもって、今夜はと、このようにこの句では読んでいるのではないかなと思われます。で、霜がありますから、もちろん季語は冬なわけですね。で、この冬ごもりというのはね、冬になると寒いので、こう、あちこちで歩ったり、また外で夕涼みをしたり、何かね、いろんな仕事を、昔は、こう、庭先でいろんな仕事をしますよね。そういう寒いので、ま、部屋の中で、まあ、土間だとか台所だとか、まあ、いろいろ昔は家の中でも、まあ、こう作業できるような場所がありますよね。玄関の入り口だとか、そういったところで、何か冬は寒いですから、外に出ずに何かこうそこで仕事をするというような、まあ、冬ごもりと言われている、まあ、そういう、まあ、冬の暮らし方があるわけですよね。春夏秋冬、四季折々の季節がね、変化が富んでる国ですから、冬は冬で冬ごもりをする。なので、そのためには部屋の中を温めて、そして屋根にもうね、降りてきた霜を払いましょうという、これは多分芭蕉が、深川に住んでいる芭蕉庵での句ではないかなというふうに読み取れると思います。そこに、何か直子さんの奥さんの方から薪を、薪か炭か、はっきり何というふうには記されてませんけれども、冬ごもりの城ということで、冬ごもりをするための品ということなんですね。ですから、こう使用するための品であると。まあ、料って料金の料と書きまして、ただお金だけではない。つまり、その、何かのね、その、お坊さんなので、法要のお礼とか、何かまあ、ちょっとしたお仕事、仕事のそのお礼、代金など、そういったいろんな意味での、その、品、城、
こういう料金の料ですね。今で言えば、この料金の料、何々料ということで、何かをする場合に何々料って言いますよね。今でも。そのための料金、いくらいくらっていう、今だとお金単、なんていうのかな、単価っていうんですか、何々料、だから出筆料だとかありますよね。そういう、いろんな品の料金、いわゆる料金、料金、今で言う料金ですね。何々でいくら、何々料と言います。これを、昔は、その何でも金銭だけではなくて、いろんな品物で払ったり、物々交換をしたり、いろいろなことでこう、お金そのものだけではなく、今よりもね、今だっていろいろ品物でいろいろ支払ったり、いろいろなこう、パターンがありますよね、お礼をするには。未だにいろんな風習も残っているし、お礼にはいろんな形があるんですが、これを、昔は城と言って、いわゆる料金ですから、冬ごもりの城、冬ごもりをするために、場所に、そのどこかの奥さんが、お礼にね、何かこう、お坊さんで読んでもらったのか、供養してもらったお礼なのか、何かそういった代物が、届いた。ということで、これが届いたので、今夜からはまたあったかいですよ、と。ちょっとね、薪がなかったけれども、ね、これが届かなければ、そろそろ買いに行かなければ、屋根の霜がね、もうそろそろ降りてきて、寒くなってきましたが、この、お礼の城が届いたので、今夜からは、どうやら寒さをしのいで、霜が消えるでしょう。火を焚きましょう。今夜からは火を焚きましょう。という、そういう、お坊さんのね、つましい、暮らしぶりを、この修行中ですのでね、そのちょっとした暮らしの節目節目で、この城をいただいて、今日からはあったかいですよ、という、そういう、ほのぼのとした温かみのある句かな、と思います。それでは最後にもう一度、場所223番目の句をご紹介して終わりにしたいと思います。火を焚いて、今宵は屋根の霜消さん。火を焚いて、今宵は屋根の霜消さん。1673年から1684年の間、延宝天和年間の句と思われる句でした。それでは、今朝はこの辺で。バイバーイ。さよならー。